毎度大きに今回は女優の小芝風花さんを見ていきましょう。彼女の生年月日は1997年4月16日、出身地は大阪府堺市、身長は158センチメートル、血液型は A 型。小芝風花さんですが、特技はフィギュアスケートで、中学時代まではフィギュアスケートの選手だったみたいで、3回転ジャンプが飛べていたみたいです。 また中学2年生の時には第15回全日本フィギュアスケートノービス選手権大会のアイスダンスで優勝を勝ち取っています。2011年にはオスカープロモーションのガールズオーディション2011で約3万5千人の応募の中からグランプリを受賞し芸能界の道に進むかフィギュアスケートを続けるかどうか非常に悩んでいたみたいですが悩んだ末大勢の応募者の中から選ばれてこんなチャンスはないと思い フィギュアスケートをやめて芸能界の道に進む決意をしました。その後、2012年に息もできない夏で女優デビューし、2014年には映画《魔女の宅急便》で16歳にしてスクリーンデビューしました。そして、2016年1月30日には NHK 連続テレビ小説《朝が来た》に出演、ヒロインオーディションでは、 年齢が足りず最終選考で落選したものの、ヒロイン、朝の一人娘、千代役を演じています。2017年8月には、2人のキャンバスでドラマ初主演し、2018年には、ディズニー実写映画、くるみ割人形と秘密の王国、吹き替え版の主人公役で声優デビューも果たしています。2019年、1月よりバラエティ番組、オスカルは泣きんリサーチ、の新 MC になり、 同年1月期には特撮ガガガで連続ドラマに初主演しています。2020年4月期には美食探偵明ケチゴローでヒロイン、一チ役で出演、コロナ禍での距離を取った撮影が視聴者の中で反響を呼び、ハッシュタグ美食探偵がツイッターのトレンド1位になるなどしています。その後も数々のドラマや映画に出演していて、最近では2023年1月よりバラエティ番組、 ブルブル99のメイン企画、ゴちになりますの新レギュラーメンバーになるなど、映画からバラエティ番組など、現在も幅広いジャンルで活躍しています。いろいろな作品で小芝風花さんを見る機会があるので、この動画で興味を持った方はぜひ一度彼女の映画やドラマを見て応援してみてはいかがでしょうか。それじゃ今回はこのくらいで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。 また次の動画で会いましょう。バイバイ。